こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編ツール解説編のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本プレゼンテーションでは実習で使用する組み込み AI のハードウェアおよびソフトウェアの開発ツールについて説明します。 ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。3つ目のツール動作確認、4つ目のデータ収集学習、5つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。 6つ目の設計のヒントと7つ目の Python スクリプトは再び座学となります。本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要があります。 こちらも実習形式となります。以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは2つ目のツール解説のパートとなります。 最初に実習で使用する開発環境の一覧をご覧いただきます。実習ではこちらに示す開発環境を使用します。ハードウェアとしましては IoT Discovery Kit BL475E IoT01A という型版のボードを使用します。また、 pc 接続用にマイクロ usb ケーブルが必要になります。一方、ソフトウェアとしましては、統合開発環境として IAR 社の EWARM、STM32 マイコン用の初期化コード生成ツールの STM32 Cube MX、STM32 マイコン専用の組み込み AI ライブラリの X-Cube AI、 STM32L4 シリーズ専用のソフトウェアライブラリの STM32CubeL4 フラッシュプログラミングツールの STLinkUtility ニューラルネットワークの学習に必要な Python の本体 Python ライブラリとして TensorFlow と Keras 組み込み AI のサンプルファームウェアパッケージの FPAI センシング1 スマートフォンアプリの STBLE センサー。最後にテラタームなどのターミナルソフトが必要になります。ここで Python、TensorFlow、Keras のバージョンが正しいことをご確認ください。異なるバージョンですと実習用のソフトとの互換性がなくなる場合がありますのでご注意ください。また、 本実習を進めるには、開発環境の事前準備が必要になります。事前準備の詳細に関しましては、こちらのリンクをご参照ください。こちらは、実習で使用する IoT 評価ボード BL475EIoT01A になります。こちらのボードの特徴は、 各種無線機能及びセンサー機能、そしてそれらを制御するための超低消費電力マイコンが搭載されている点になります。この特徴を詳しく見ていきたいと思います。まず通信機能ですが、本ボードは無線機能として Wi-Fi、サブギガヘルツ帯、Bluetooth Low Energy、 NFC タグを搭載しております。この中から実習では Bluetooth Low Energy の機能を使用します。次にセンサー機能ですが、本ボードには温度、湿度、大気圧、加速度、ジャイロ、指示機、マイク、および即挙センサーが搭載されています。 この中から実習では6軸モーションセンサーを使用します。その他のコンポーネントとしましてはマイコン、外付けのフラッシュメモリーおよびデバッカーが搭載されております。マイコンは超低消費電力マイコンの STM32L475 が搭載されております。フラッシュメモリーは 64bit のクワッド SPI フラッシュが搭載されております。また、オンボードのデバッカーも用意されているため、外付きのデバッカーが不要になります。ちなみに、ボードに実装されている低消費電力マイコンの STM32L475 のブロック図がこちらになります。 コアは ARM の CoreTex M4 コアで最大 80MHz で動作します。フラッシュメモリーは 1MB のデュアルバンク構成のメモリーとなります。内蔵の SRAM は 128KB となります。ペリフェラルとしましては UART、SPI、I2C、USB などの通信インターフェースや各種タイマー、 12bit の AD コンバーターや DA コンバータ、ー、コンパレータ、オペアンプなどのアナログ機能、Quad SPI やパラレルバスなどのメモリーインターフェース、その他、オーディオインターフェースやタッチセンシング機能などを搭載しています。次に、STM32 マイコン専用の ニューラルネットワークコード生成ツールの紹介です。組み込み AI には学習済みのニューラルネットワークモデルの組み込み系言語への変換及びサイズの圧縮が必要であると説明しましたが、その処理を行ってくれるツールがこちらの STM32CubeAI になります。STM32CubeAI は STM32 マイコン用の初期化コード生成ツール STM32CubeMX に STM32 専用の組み込み AI ライブラリーである XCubeAI を組み合わせた組み込み AI 専用の開発環境です。こちらのツールは現在 o n y x Keras、TensorFlowLite、Cafe、a z r n i a コンブネット JS といったディープラーニングフレームワークに対応しています。また、IAR、k i l STM32Cube IDE などの各種統合開発環境のプロジェクトファイルに変換済みモデルを含む形でプロジェクトファイルを生成することができます。ここで、 STM32 専用の組み込み AI ライブラリーである X-Cube AI の中身について見ていきたいと思います。各種 Deep Learning のフレームワークで生成された学習済みのニューラルネットワークモデルは各フレームワークに応じた表現となっています。そこで X-Cube AI では入力されたニューラルネットワークモデルを 学習済みニューラルネットワークインポーターを介して、一旦フレームワークに依存しない形の表現に変換します。その後、非依存のニューラルネットワークモデルに対して分析が行われて、入力されたモデルのレイヤー構成、モデルの規模、メモリー使用量などが算出されます。また、分析されるレイヤー構成に従って、 マイコン専用のニューラルネットワークライブラリーを使用してマイコン向けのコードへの変換が行われます。この結果をもとに開発者は入力されたモデルがマイコンの内蔵メモリーに入るかどうかを判断することができます。その際、メモリー使用量を抑えるためにニューラルネットワークモデルの変換時の圧縮率を選択することが可能です。 ただし圧縮率を上げすぎるとニューラルネットワークモデルの精度が下がり想定した推論結果が得られないといった問題に直面する可能性があるので注意が必要です次に元のモデルと変換後のモデルに同じデータを入力した場合出力結果にどれぐらいの差異があるかを確認する検証という機能があります 検証機能は変換後のモデルが PC 上にある場合の検証とマイコン上で推論実行させた場合の検証が可能です。変換済みニューラルネットワークモデルの分析と検証が完了すると選択された統合開発環境に応じたプロジェクトファイルを学習済みのニューラルネットワークモデルを含む形で生成することができます。プロジェクトファイル生成後は 一般的なマイコンのソフトウェア開発と同じ方法で開発を進めることができます。このように STM32CubeAI を活用することで既存の学習済みニューラルネットワークモデルを簡単に STM32 マイコンに実装することができます。次にセンサーを使用した組み込み AI ソフトウェアパッケージ FPAI Sensing 1をご紹介します。弊社では、組み込み AI を使用したサンプルプログラムを複数用意しています。その一つが、センサーと組み込み AI を組み合わせて使用するソフトウェアパッケージの FPAI Sensing 1になります。こちらのパッケージでは、組み込み AI の5つのステップのうち、学習用データの収集、 学習用データのラベリング、学習済みモデルのマイコン上での推論実行に対応しています。また、弊社が開発した専用のスマートフォンアプリの STBLE センサーと連動してサンプルプログラムを動作させることができます。こちらのパッケージでは、組み込み AI を使用した人の活動認識や、 環境音分類、データ監視や学習用データ収集のためのデータロギング及びラベリング、ファームウェア更新機能などのサンプルが用意されています。本パッケージが動作するハードウェアとしては現在4種類ございます。超小型センサー評価キットのセンサータイルキット、第二世代の 超小型センサー評価キットのセンサータイルボックス IoT 評価ボードの BL475E IoT01A そしてマイコンボード及び拡張ボードを組み合わせたハードウェア以上の4種類からお選びいただくことができますセンサーを使用した組み込み AI 開発を検討されている場合 FPAI センシング1と 対応のハードウェアを使用することで、組み込み AI 開発に必要な学習用データの取得やラベリングをスムーズに進めることができます。先ほど説明の中に出てきました、弊社が開発した専用のスマートフォンアプリの STBLE センサーについて説明します。こちらは Bluetooth Low Energy を使用して、 実機とスマートフォンやタブレット間で通信をすることで、実機上のセンサーなどのデータを監視するアプリケーションになります。FPAI センシング1のサンプルと連動させますと、環境監視やデータプロットなどの各種センサーデータの可視化をはじめ、人の活動認識、環境音分類などの組み込み AI の推論実行の結果表示や、 学習用データの収集やラベリングを行うことができます。こちらのアプリは Google Play および App Store からダウンロードいただけます。実習では STM32 専用組み込み AI ライブラリと合わせて組み込みソフトウェア開発支援ツールの STM32CubeMX が必要になります。 STM32CubeMX は PC にインストールして使用するツールになります。PC の GUI 上で使用する製品、機能、ピン配置、クロック設定などを選択していただいて、コード生成ボタンを押しますと設定内容が反映されたコードが自動的に生成されます。また、生成されるコードは 選択されたツールチェーンに対応するプロジェクトファイルの形式で生成されますので、コード生成後にそのまま統合開発環境を開いて開発を始められる仕組みとなっています。ここで STM32CubeMX で生成されるコードの裏で用意されているコードの実態が、こちらの右側の s t m 3 2 c u b e マイコンパッケージになります。 このマイコンパッケージはデバイスドライバーやミドルウェア、リアルタイム OS などが含まれており、STM32 ファミリーの各シリーズごとに専用のパッケージが用意されています。実習ではボードに搭載のマイコンが STM32L4 シリーズですので、STM32L4 シリーズに対応の STM32CubeL4 というパッケージを使用します。 最後に統合開発環境ですが、一つ目が IAR 社というスウェーデンの会社で ARM のツールに力を入れている会社があるのですが、そこから発売されている Embedded Workbench for ARM, EWARM というツールがあります。二つ目が k a i、er、l 社の MDKARM というツールになります。この k a i、er、l という会社は、 もともとドイツのツールベンダーだったのですが、2005年に ARM に買収されまして、現在は ARM の傘下に入っている会社となります。従いまして、この MDKARM は ARM の純正のツールという位置づけになります。ちなみに弊社のマイコンのサポートエンジニアの9割方は、この IAR 社の EWARM か、カエル社の MDKARM を使用しております。 そして3つ目は弊社がリリースした STM32Cube IDE というツールでこちらは GCC のコンパイラーと Eclipse の開発環境を組み合わせたツールとなります実はこちらのツールもともと Atric というスウェーデンのツールベンダーが作った True Studio という統合開発環境があったのですが弊社がこの会社を買収しましてしばらくは 弊社より True Studio を提供していたのですが、2019年に新しく STM32Cube IDE という弊社のツールとして生まれ変わりました。ご紹介した3つのツールのうち IAR の EW m と k y l e の MDK a m は無償評価版のライセンスがあります。共にコンパイル制限なしで30日限定のライセンスと 32KB のコンパイル制限付きで、期限が無制限のライセンスの2種類のライセンスが用意されています。一方、STM32Cube IDE は、機能と期限に制限のない完全に無償のツールになります。今回実習でご使用いただくツールは、IAR 社の EWARM となります。 以上で本プレゼンテーションを終わります。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。